さて次は、まあ、卵かな。ファイナル魚卵。もしもし、お世話になっております。三つ葉商事でございます。先日魚卵をいただいた店長ですけど。ああ、これはこれは店長様、先日はありがとうございました。そろそろ連絡してくる頃だと思ったよ。こいつも卵漬けだな。実は、ファイナル魚卵をいただけないかなと思いまして。さようでございますか。いや、さすが店長様、もう買っていらっしゃる。こいつなんか嫌なんだよな。まあ、いい客のふりしとけばいいだろう。ファイナル魚卵は、フィッシュが挟まっているハンバーガーのあれに適した魚が生まれます。ほう。フィッシュって何の魚か皆さんなぜか気にしないですから。これは堂々と売れるんでおすすめですよ。そういうのは先に紹介しろよ。俺がどれだけ多くの店長を相手にしていると思ってるんだ。相手の方がちょっと大手の気がする。うん、悔しい。ほうほう、これで次も行っちゃう。あ、行かないか。75万必要と。ほんとこれになってから集める効率がめっちゃ良くなったな。卵買おうか。それとも卵買ったらもう一気に金はなくなるけども、ムニエル卵、卵行こう。魚卵リターンズ買います。先日魚卵をいただいた店長ですが。おお、これはこれはいかりゃく。そろそろ連絡してくる頃だと思っていたよと。卵漬けだな。実は魚卵リターンズをいただけないかと思いまして。おっと、リターンズですか。あれいつもと反応が違う。これは超高級魚クエの超高級魚クエの代用魚を産むこともできるやつでして、ちょっと人気で品薄なんですよ。もうないんですか。ちょっと高いけどいいですか。何しろ超高級魚なんで。じゃあちょっと買います。金はあるんだ、買います。悔しいけど欲しい。ビクンビクン、それが欲しい。欲しいの、すごいの。おお、赤くなった、気持ち悪い。さてさて、途中のを合わせて新しくいろいろ増えたので見ていきましょう。アケガイ、アサリの佃煮として使われていることがある。アサリとかなり近い種のため、アサリと同じように調理して食べると美味しいと、まあ、どっからどう見てもアサリの代用ですね。腎臓イクラ、人工っていうか腎臓って書くとなんか気持ち悪さが増すね。まあ普通に食ってるやつなんだろうけど、皮にカラギーナンやアルギン酸ナトリウムなどが用いられて作られる化学の結晶。詳しい作り方をネットで調べてみよう。腎臓いくら作ってみたっていう YouTuber の動画ないかな。いくらを食べてるつもりで、まあ味が一緒だったら別にいいよ。シルバーワレフ、南太平洋の深海魚。深海魚か。結構深海魚は代用魚に使うっていうしね。日本ではオキブリという名前が使われていた。ブリの代わりにしては肉が似ていない。見た目から味は似ていても見た目がちょっと違うんかな。メルルーサー、水深200からなのかな。多分波線がフォントで反映されなかったんだな。400メートルで活動する深海魚。かつてはハンバーガーのフィッシュのやつとして活躍。おお、スケトウダラの代わりだ。おひょうさん、おお、すごい顔してんな。大きいものは体長3メートルを超える。へえ、深海魚。150歳を超える寿命のものも存在するなど深海魚感が強い。深海魚はロマンだからな。寿司としてヒラメの縁側を演じる。演じるって言い方かっこいいな、代用の代わりに。お、どうしたどうした。大将、ちょっといいかい。はい、毎度。カジキを頼んだはずだが。あ、バレた。それがカジキマングロです。あ、この人、この前の。やばいよ、やばいよ。これは赤マンボウじゃ。いやいやいや、お客さんがカジキです。今までのカジキが食べたかったんだが。いや、今日はこれで失礼しましょう。また来ますよ、必ずね。なんでまた来るの。次で最後にしましょう。怖い。お客さん？
もうマジ無理マジ無理、スタッフロール流れちゃうけ最終会計。不穏な空気が漂う中、店長は今日も寿司を握り続ける。そして近づく運命の時、店長に明日はあるのか。 To be continue。 お、新しいの手に入った。ほんとプールにしてからね、たまりっぷりがいい感じですよ。アルゼンチンイレックス、イカスルメイカに酷似しているので代わりにするつもりが、アルゼンチンイレックスの方がどんどん取れなくなってしまった。へえ、そうなんだじゃあもう一つのがアロツナス。南半球に多く分布する深海魚で、寿司としても食える。カツオのたたきやマグロの寿司として使える。じゃあ結構汎用性ある子なんだね。カツオの代わり。あと1000円、あと1000円で料理の新しいのが確かムニエルかな、入るな。ほい、惜しい、あと1匹、早く来い。よしよしよし、でこれでムニエル買いましょう。通信教育ムニエル。下味をつけた魚に両面小麦粉をまぶして焼くのがムニエル。ちょっとやってみよう。じゅわー、うん、レモンをつけると美味しくなるな。あれ、普通に作れちゃってる。まさか眠れる三つ星レストランシェフの血が。普通に作って普通に終わったなそして田舎風ムニエルが倍の50万円と。まあまあ、プールにしたからどんどんすぐ集まって買えるでしょ。だからあともう卵と田舎風ムニエルだけだからね。しかしまだ手に入れてない大幼魚が結構いるな。前半はもう一通り集まったかな。これは最後が近いんじゃないか。さて、たんまり金はたまった。まずは卵かな。魚卵ゼロ。先日魚卵をいただいた店長っす。ああ、これはイカ略。店長様、スーパー常連卵漬けの店長様に今日は最終兵器を、リーサルウェポンを用意しました。教授の最新作、魚卵ゼロです。ゼロ？そう、これは今までの卵とははるかに違う一品。大幼魚だけでなく元の魚も生まれちゃいます。おお、それもう大幼魚を使う必要ないね。なんだって。そう、マグロやヒラメもそのまま誕生しちゃうんです実験段階だかななんか怪しいぞ。買います、金はあるんだ、買います。札束で引っ張ってやれ。悔しいけど欲しい、ビクンビクン、買うしかないじゃないか。これで新しいのが出てくると、おお、すごい卵になった。ぼち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 、施設はもうマックスだから、あとは料理、これで最後だね。田舎風ムニエル。田舎風ってなんだよ。ふむふむ、大雑把に食材を切ったりしてざっくりとしたのが田舎風と。これは生かしたスタイル。魚を切ってご飯を乗せただけの田舎風寿司これならいける。手抜き料理が、あれ、あまり変わってないかもでこれで全部ゲットと。さて、図鑑の方はどうだ。これエンディングとかあるのかな。クリガニ、ケガニ同様に美味しい。ケガニの方が高いのでケガニとして売りに出されたりする。ん偽装じゃないか。ケガニの代わりのクリガニ、クリちゃん。シーラ、大きいと体長2メートルクラス、いろいろと化ける魚、カンパチとして使えるために寿司のネタにもなると。で、シマアジの代わりになってると。マジェランアイナメ、銀ムツという身にそれらしい名前で売られていた大型深海魚。へえ、深海魚か。通称メロ、 M だねニアって兄弟いないか。生息地は南極周辺。ムツ、戦艦、違うな六根貝、チリアワビの名前で流通していた。アワビもどきとも呼ばれる。しかし乱獲により激減し輸入量が減っている。アワビの、アワビさん、いやらしいの代わりと。そしてアブラボーズか、超高級魚のクエに似ている深海魚。これも深海魚か。実際に偽装事件が複数あり前科持ち、大幼魚として有名。食べ過ぎるとお腹を下すので要注意。これはクエ、
左右反転、ちょっとビジュアルも偽装してんじゃねえか。時折大発生する。フグに似ているのでフグと混ぜて出されたりする。味は似てんの？ブルー、まあ似てるから代用魚として使うんだろうね。ブルーホワイティング、青ギスというキスっぽい仲間で流通している。お弁当の白身魚フライシリーズの一つ。キス、まあ、知らずに結構食べてるのあるんだろうな。ブリ、大型の肉食魚、いわゆる出世魚で、成長途中はハマチなど様々な名前で呼ばれていると。これは代用魚ではなくそのまんまと。結構あるけど、これはもしや本物が、あ、イベントだ。え、いらっしゃい。あなたは先日の。どうも店長さん、今日はお客としてではありません。この前の赤マンボウの話の続き、推しに来ました。あわわ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 、あれは新しいカジキなんですか？いえ、店長さん、違います。あなたの寿司は全部偽物だ。あわわ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 。味の再現度が高く、安くて美味しい偽物。あわわわあわわわ。これは逆に素晴らしいって言われるパターンか？本物に似た食感と見た目があれば、味は何とでもなる。焼いているものに関しては、プロでも見分けはほぼ不可能でしょう。あわわわ、見分けるのは、だね、これ5時だな。パーフェクトです。あわわ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 わ。え？今、なんと？申し遅れまして。私、ダークフィッシュファンドの、これなんて呼ぶの？ハイエナかな。ハイエナと申します。ダークフィッシュ。もう社名で怪しすぎる。この私、店長さんの偽装技術に感動いたしました。こんなにレベルの高い偽装ができる寿司屋は他にはない。そこで店長さん、あなたに1億円出資したい。え、出資？そうです、この店の偽装、いえ、追求された新しい味はすでに今までの寿司をしのぐレベル。これならニュージェネレーション寿司として大成功間違いなしと私は確信しております。ニュージェネレーション、これあの吹き出しの方向間違ってな、ちょっとハイエナさんも頭おかしくなってる感じだよ。これならニュージェネレーション間違いなしって言っときながら、ニュージェネレーションって独り言になってるよ。そう、ニュージェネレーションです。すでに関東では3件の投資成功例があります。あらゆる魚の乱獲による原価の高騰、もうすでに今までの魚は高級品です。消費者も薄々気づいているのです。味が同じなら珍魚でもいいのではないかと。そう、それです。やっと分かってくれましたか。落ち着け自分、これから一緒に新しい時代を盛り上げていきましょう。いいの？これ本当にいいの？ああ、断れない太刀魚だから乗るしかないか。やっと現れた新しい味の理解者。これでもう偽物の名前を名乗る必要はない。店長の前には明るい未来がきっと広がっている。日本一の寿司を握れる日もそう遠くはない。さて、物語はこれにて一件落着。あとはコンプリート目指してゆっくり楽しもう。これ最後なんか捕まるエンディングとか必要なんじゃないですか？ねえ、卵ゼロで、本物カッコハテナも。ねえ、アワビさん。もうあとは手に入るのは、一つ空欄があるけども、あそこが埋まるぐらいで、あとはもう本物かな。コンプリートしてあと何があるかな。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。
ンディ。